有名人のね、恋愛論を読むとね、あれよあれよといううちに、いつか忘れていた恋というものを思い起こさせてくれるんでさ。え？なんですと君、恋愛中のは実は子孫繁栄のための動物的本能であると？君、今宵はそういう野暮な話はやめたまえ。地球をぐるーっと一周して愛を語りましょう。僕も夢二のように詩人であり続けたい。ずっと恋をしていたいんでさ。